インターネットの方々、こんにちは。こんばんは。おはようございます。私たちの教会ではですね、献金額の10分の1を教会外の働きのために捧げています。今、その1月1日、5日から11日まで6万8500円ですね。このために感謝の祈りをしたいと、こういうふうに思います。手のすまんてん教会の会計を豊かにあなたが満たしてくださっていることをありがとうございます。今その10分の1の6万8500円を教会外の働きのために捧げます。どうぞこれをあなたが豊かに用いてくださり、あなたの栄光を表してください。あなたが霊の祝福を与え、また金銭的にも支えてくださり、あなたの豊かな恵みと祝福を表してくださっていることをありがとうございます。あなたの皆をあがめます。イエス様お名前によってお祈りいたします。アメン。改めておはようございます。1分動画が1つできてますので、まずそれから見ていただきたいと、こういうふうに思います。皆さんこんにちは。今日のテーマは神の国です。千年王国の終わりに最後の審判が行われ、世界は新天新地に変わります。また新天新地とともに神の国である聖なる都、新しいエルサレムが天から下ってきます。今のエルサレムあたりを中心にして下ってくると思われます。新しいエルサレムが夫のために飾られた花嫁のように整えられて天から下ってきたとあります。教会のことを花嫁に例えられますが、新しいエルサレムはまさに教会の完成形でもあります。新しいエルサレムは一辺が2220キロの立方体で、現在のイスラエルすべてを覆う以上の広さです。都はガラスに似た純金でできていて、約65メートルの城壁は壁翼で作られています。その城壁には東西南北に3つずつの門、計12の門があり、それらは真珠でできています。門には12人の御使いがいて、イスラエルの各部族の名が記されています。城壁の12の土台石には十二支の名が書かれていて、あらゆる宝石で飾られています。黙示録21章に、諸国の民が都の光によって歩み、地の王たちはその栄光を携えて都に来る、都の門は一日中閉じることはないとあるように、新しいエルサレムの中に住んでいる人と新天新地の他の場所に住んでいる人がいるようです。神と子羊が神殿となり、その栄光が都を照らします。都の中には神と子羊の御座があり、その御座から水晶のように光る命の水の川が流れています。この川は都の大通りの中央を流れていて、その両岸には命の木があって、十二種の実がなり、毎月実ができます。その木の葉は諸国の民を癒したとあるように、治療効果があるようです。新天新地、新しいエルサレムでは呪われるものはありません。そのしもべたちは神に仕えとありますから、永遠に続く仕事、永遠の価値のある仕事が与えられるようです。また神の御顔を仰ぎ見るように、霊的にも実際的にも主が共におられるようになります。彼らは永遠に王であるとあるのは、実際統治するよりも王のような豊かさ、恵み、祝福が与えられるということだと思われます。黙示録の記述は新天新地、新しいエルサレムの到来で終わりますが、実はここから主と共に歩む永遠が始まるのです。私たちは思いをはるかに超えた祝福を受けていくのです。それではまた。はい、はい、どうもありがとうございました。キリスト教会ではですね、再臨の前までのことはよく語られるんですが、その再臨の後のことに関してあんまり語られないんですね。で、黙示録はそこのところ述べていて、これはもう非常に重要な意味合いがこうあります。で、そこを今語ってるわけですね。それほど多くのことは書かれてないんですが、全体的に見るとどういうことになるかっていうと、今の時点がここだとすると、しばらく経つとですね、観難時代っていう時代が来ます。7年間ですね。これはいわゆる黙示録の時代ですね。
大変な時代なんですね。天候異変とか戦争があって、そしてハルマゲドンの戦いが再臨前に行われますが、それまでに人類の2分の1が死ぬというとんでもないことが起こります。ですからこれは起こってきますので、どうぞ皆さん注意をしておいてください。そして患難時代の後半は大患難といってね、非常に患難が厳しい時代ですが、この患難時代の真ん中で敬虚ですね、クリスチャンが天に携え上げられて、そしてこの大患難から守られると、こういう時代が来ます。ただこれはとんでもない遠くに設定されてるんではなくて、非常に近く来ると思われます。これはですね、中東和平が患難時代のスタートを意味しますから、今中東和平の働きは EU とかアメリカを中心に進んでるんですね。だからこれが締結されたらもうこの時代だと思ってください。あと患難時代の真ん中でローマ帝国が現れるということを言っております。何がローマ帝国だというかもしれませんが、今 EU が一つの国になろうとしています。そして EU の国と領土はローマ帝国と等しいんですね。ですから EU のことを示していると思われます。でこれが患難時代の真ん中で完全に一つの国として出てくると、そうしますとね、非常に近いんですよね。ですからどうぞそのことを覚えておいてください。そしてですね、7年目にイエス様が、オリーブ山に再臨されます。でサタンを封じちゃうんですね。そしてそれから千年王国というイエス様を中心とした、そしてサタンのいない平和な時代が来ます。で千年王国はここです。富士山もありますし、エベレストもあるでしょう。でクリスチャンはすべて千年王国に存在しますですね。でその時代があると。そして千年王国の前にサタンが解き放たれて、死の裁きの手が配り、それで、そこで最後の審判が行われるのですね。これは罪の裁きですね。ノンクリスチャンの裁きが起こります。そしてその時に新天新地になります。で新天新地になるのはこの場所です。この場所ね。この地球上。そしてですね、海がなくなるって書いてあるので、海が好きな人は今のうち、まあ、ただ1000年以降は後なのでね、まだちょっと暇があるということを覚えておいてください。そしてですね、天のエルサレムが飾られた花のように天から降りてくるっていう、こういうふうに書いてあります。でここでクリスチャンは永遠に住まうということになるんですね。ですから長いんです皆さんね。で私たちの人生は今始まったばっかだと思ってください。そして生きてるってことは素晴らしいんですが、実はそれよりも素晴らしいことがその次に待っており、そして次に待っていると。こういうことが起こってきます。そしてですね、今の私たちの体は血肉の体っていうんですね。皆さんのこの体、血肉の体ですよね。で、この血肉の体はね、年取って滅びます。ね。でも、あっちが痛い、こっちが痛いっていう方々も多くなってきたと思うんですね。で、これはね、ちょっと血管があるからですね、この体にね。血肉の体なんですね。そして死んだら焼かれちゃいますよね。亡くなりますよね。で、その後にね、敬虚、また再臨とともにね、御霊の体っていうのが与えられるんですね、私たちにね。で、これは、乳歯から永久歯に移るように、不完全なものから完全なものに移るっていうことが行われます。これはイエス・キリストの体ですね。御霊の体の機能っていうのは、イエス様が十字架にかけられた後、復活した後ね、それ以前と全く違うんですね。で、これは御霊の体の機能を表していると思われます。そしてですね、それで永遠に生きていくっていうことになるんですが、ここで天のエルサレムが降りてくるんですよね。そして天のエルサレムに関してはですね、いろんな解釈があって、例えと解釈する方多いんですね。で、私は例えと解釈してません。実際の問題であると。だから大きなのが降りてくると。こういうふうに読むんですね。で、確信を強めたのは、スターウォーズをね、見たんですね。まあ、ガクッと品が落ちるなというかもしれませんけど、スターウォーズね。そしたらね、デススターってあるんですね。人工のやつですよね。あれね、皆さん大きいんですよ。俺、大きさ比べたことないんですが、似たような大きさじゃないかと思うんですね。だからもう想像の世界ではね、そういうのは現実問題として、ね、映画なんかに出てきてるんですね。で、私は、これがね、
実際の大きさを表しており、それが降りてくると、こういうふうに思います。そしてですね、私たちはですね、この後、天国に行きますし、で千年王国があって、さらに新天新地で、発展していくっていうことですね。で今皆さんね、楽しい思いをいろいろしてるかもしれませんが、もっと素晴らしいことが後に待っていると、もっと素晴らしい働きが待っていると。ですからどうぞそのことを覚えておいてください。で次の段階に行くにあたって、今この時代にね、受けた祝福っていうのは継続したりするので、どうぞそれらのことからをね、覚えつつ見ていっていただきたいと、こういうふうに思います。それで白馬のキャンプが行われますので、そのビデオがありますので見てください。2月の17日からでしたっけ、
19日まで、白馬で、白馬スネロキャンプが行われます。でこのキャンプの面白いのは、スキー教室とかソリとかあるんですよね。で、また温泉なのでですね、全然信じてないおじさんとか、あるいは子供たちがね、やってくることが結構多いんですね。で、その中でね、救われるんですよね。もうすごいのは、いつも、集会は出ないぞって言って来たおじさんが、集会中はどっかでタバコかなんか吸いながらですね、で、サボってて、そしてね、これは、どうにもならないな、なんて思うと最後に涙流して悔やんだみたいにするんですね。だから精霊の働きってのは、ね、不思議だなと思います。ですからいろんな方々も連れていらっしゃってください。しかしね、このキャンプの中心はリバイバルです。そして新井先生がスネル越えっていうのを始めたんですね。日本の教会に神の働きを広げるためのリバイバルの土台の集会ですよね。でこれは初期のカリスマの働きの時には中心的な大きな役割を果たしたと私は思っております。そして今それを引き継いで行っているんですね。そして今起こり始めているリバイバルのポイントは賜物の働きなので、その賜物の働き、それはね、誰かに賜物をやっていただくってんじゃなくて、皆さんが賜物の働きを行うっていうこの、セミナーなのですね。で、その中でたくさんの癒しと技が起こってきましたね。しかし、霊の働きが今強まっているので、皆さんね、もっと大きなことが起こっていますね。それ以上のことが起こってきますね。で、どうぞそこ行ってね、霊の創作学を受けてください。キャンプっていうのは霊的に強めるので、霊的な土台を強めるんですよね。そうしますとね、いろんな働きとか、さらに、迫害とか、そういうことに対するね、根強い土台ができるわけですよね。で、どうぞ、皆さんいらっしゃっていただきたいと思います。それ映像祭もありますのでね、映像祭狙ってる方々は、どうぞ、どんどん出してください。もうね、短編映画に出し始めてるんですね。で、こちら側の、ビジョンは、長編映画ですから。で、長編映画だけではなくてね、ハリウッドから、26歳に出すというね、そういうビジョンなのでね。で、それで、まあ、かなりハリウッドの中でもね、バックをしてくださる人とか、協力者はね、久保田君という特別な器を通してですね、もう食いついたら離れないんですね。ですから、ペテロ・クボタですけどもですね、広がってますのでね、どうぞ覚えておいてください。それとともに、感謝と賛美とリバイバルキャンプの、はい、映像を出してください。
ございます。3月28日から4月2日までですね、ロサンゼルスで、感謝と賛美とリバイバルのキャンプが行われます。どうぞ皆さん、どなたでも参加できますのでいらっしゃってください。そしてですね、このキャンプでもやはりディズニーランドとかユニバーサルスタジオに行くんですね。まあ、それ目的で来る方もいらっしゃるんですが、でその中でですね、楽しい思いをね、皆さんするんですけど、同時にですね、霊的に深い体験をするお子さんとかね、若い人が多いんですね。それで人生が変わっちゃったっていう方もね、何人もいらっしゃいます。ですからね、どうぞお友達とかなんかも連れていらっしゃっていただきたいと、こういうふうに思うんですね。そしてですね、これはもう霊的に大きな意味合いを持ったキャンプです。で、マーリンさんがね、出てましたけど、マーリン・キャロダルっていう感謝の器がいらっしゃるんですが、その方とね、20年以上の深い関わりの中で、マーリンさんを通してね、私がこの感謝のことを学び、また感謝の霊の注ぎかけを受けてきたんですね。そして私たちはですね、感謝の土台がね、私たちにできてきました。で、これは、私たちの、歩みにとって重要なこう意味合いがあるということを思うんですね。それとともにですね、マーリンさんはね、私たちに感謝を教えてくれるんじゃなだけではなくて、霊の継承と注ぎかけということでね、私たちのために祈ってくださったのですね。ですから、我々がまた感謝に関してね、いろんな方々に お話をしたり、証しをしたり、あるいは、本を出したりするっていうね、そういうことが必要だなと、こういうふうに思います。また同時に感謝がリバイバルの元になので、皆さんがね、さらに深い感謝を学ぶためにも、特別な意味合いがあるということを覚えておいてください。それとともにね、路上ライブがなされるんですね。ハリウッドで路上ライブをしますけども、どうぞ皆さんね、いろんなチームの方々がね、ビジョンを持っていらっしゃっていただきたいと。それが、海外における賛美の最初であるっていうチームはいくつもあります。また特別な霊的な事柄が、ね、あるっていうことを感じるんですね。それともう一つはですね、スティーブさんのオーディションを、オーディションというかね、ブラックゴスペルの方々が我々の歌を見てくれるってことが起こるわけですね。しかもね、あの方はブラックゴスペル界のトップの方なんですね。ですからそういう意味でもね、素晴らしいんですが、でもね、実際、見心はね、ちょっと違うと思います、私。何が違うのかっていうと、スティーブさんは大御所なんですが、オーディション番組の司会なんですよね。で、この間ね、アメリカンゴスペルの方が来て見てったんですね。あれ、アメリカのオーディションバックのアメリカンゴスペル、ゴスペルなんだっけ、アメリカンなんとか。あれ、中心なんですよね。中心なんですね。そしてね、実際いつも来るのはプロデューサーとかね、特別な人たちなんですね。っていうのは、その後ろにね、アメリカのゴスペル界があるんですね。それで私はですね、リバイバルの畑はね、全世界に広がっていくっていうことを、感じてますし、またアメリカでのヒットのことを主が言われてるんですね。ですから皆さんね、重荷を持つ人たちはね、スティーブさんたちがね、非常に歌に感動し始めてるんですが、まだ泣いてるとかそこまで言ってないんですね。で、特別な体験をね、できるように祈って、まあ、勝負をかけてください。具体的にね。それとともにね、アメリカのゴスペル界で神様が働きをね、広げるということを確信しておりますのでね、ビジョンを持つ方はね、英語ね、やっぱり向こうでやる場合日本語だとダメなので、でたどしい英語でダメたどたどしい英語だと勝負にならないね。ですからどうぞそれらのことからをね、覚えていらっしゃっていただきたいと、こういうふうに思うのですね。それでなんか昨日の集会みたいになってきましたけどですね、ヤコブの手紙に入っていきたいと、こういうふうに思います。1章2節、私の兄弟たち、さまざまな試練に遭うときはそれをこの上もない喜びと思いなさい、こう書いてあります。で、私たちの人生にはいろんな試練がありますね。で、皆さんもいろんな試練に遭っておられると思いますし、まあ、その特に試練の真っ最中っていう方もいらっしゃると思うんですね。そうしますとね、我々思うのですね、なんてとんでもないことが起こったんだ、なんて不幸が起こったんだって、もう本能的に思いますよね。抜け出したいと、ね、ゴキブリみたいな感じですよね。で、ゴキブリが近づいてくるとね、あ、ゴキブリって近づく人ね、いないと思うんですよね。うわーとかね、
あるいは皆さんがですね、お弁当持っててですね、開けたらゴキブリ出てきたとかね、そしたらキャーとかなんかこう言いますよね。そしてゴキブリを忌み嫌うでしょうですね。もちろんゴキブリの天ぷらが好きだっていう人もいるかもしれませんが、それはとんでもない人ですよね。それと同じようにね、試練っていうのはああと思うわけですよ、我々がね。ところがね、ここは、この上もない喜びと思いなさいって書いてあるんですね。これはどうしてそう書いてあるのかって言いますとね、この上もない喜びになるって書いてあるんですね。実はね、試練を通して神の素晴らしい恵みを受けるって意味なんです。だこれちょっとね、変な言い方します。この上もない喜びと思いなさいって書いてあるんだけど、これは直接的に言うと最高の喜びと思いなさいって書いてあるんですね。だから皆さんがね、どうしてこんなことで、私はどうしてこんなことで苦しまないといけない、こういう問題の中にあるんだっていうふうに思った時に、それを最高の喜びと思いなさいってこう書いたんです。そう書いてあるでしょ、最初にね。どうしてそうなのかね、最高の喜びと思い込みなさいって意味なのか、思い込むと少しは気が楽だよってね、まあ、そういうその程度の意味なのかっていうと違うんですよ、これね。皆さんね、最高の喜びになるって書いてあるんです。ただね、気をつけないといけないんですね。試練に対してはね、クリスチャンでもね、二通り の、 動きになります。何かっていうとね、試練を通して最高の神様の技を見るようになる人と、試練を通してね、もっとひどい目になっちゃう人ね、あるいはその試練が続いてね、恵みを見ないっていう、このパターンに分かれるんです。それはね、どうしてそのパターンに分かれるのかっていうとね、その一番最初のことに鍵があるんですね。喜びなさいって書いてあるでしょ。皆さん、試練なんて喜べないでしょうね。つまりね、これは何を言ってるのか、信仰の対応を取りなさいって言ってるんです。で、実際喜びの神様の技が起こるんだけど、その対応を取りなさいってこう書いてあるんです。じゃあ試練を通して何が起こるかっていうとね、試練を通して起こるのは、私たちはですね、試練を通して信仰がね、立て上げられます。それとともにですね、試練を通して神がどう働くか、我々は学んでいくんです。そしてね、試練を通していいですか、私たちの整えだけではなくて、試練における神の勝利を見ていきます。そしてですね、試練の後ろにある神の計画を見ていくのです。だから実は試練はですね、私たちに最善なものを与えるぞってことを言ってるんです、これね。しかしね、信じられないっていう方、根拠はどこにあるのかっていう方々もいらっしゃると思うんですね。あるんです、皆さん。あるんです。何かって御言葉です。例えばこう書いてありますね。すべてについて感謝しなさい。テサロニケですね。で、これは何を言ってるのかっていうと、試練も感謝しなさいでしょ。皆さんの失敗も問題も感謝しなさいですかね。だってすべてだから。それはどうしてかっていうとね、試練の後ろに神の素晴らしい計画があるってことを言ってるのです。しかしこれは信仰の対応を取らなくてはダメです、皆さん。ね、主を愛する者のためには全てが働いて益となると書いてあります。ロマ書の8章の28節。これは何を意味しているかというと、もし私たちが主に従うなら、皆さんの人生におけるマイナスとか問題とか困難が益になるって書いてあるんです。こんなことは益になるのって、益になるって書いてあるんです。それとともに皆さんがですね、問題の中に陥ってですね、もう何の助けもないっていうふうに思ったときに、よくね、小林くんと撮るんですよね。小林くんと一緒に東北地方行くとですね、スリルがあっていいですよね。もういろいろ楽しい思いさせていただきました。ね、雪の壁に突っ込むとかね。いや、それで、ね、時々ね、仙台から向こう行くんですね。弘前の方に向かっていくんですが、八方根ってあるんですね。で、八方根のところですね、昔ね、映画があったんです。高倉健と北尾次が出た映画でね、事実をもとにしてるんですが、雪中行軍って言ってね、軍がね、雪の中で訓練したんですね。
そしてね、高倉健の方の部隊をね、全員助けるんですが、北大路君、金屋の方の部隊をね、たくさん死ぬんですね。そしてね、北大路金屋はいろんな方法を取るんですがね、映画は見てないんですけどね、有名な言葉があったんですね。それだけ覚えてるんですね。何かというとね、次々と可能性が閉じないんですね。そしてこういうんですね、天は私を見捨てたって。で、たくさん死んじゃう。皆さん、クリスチャンなのにそんなこと言ってないでしょうね。天は私を見捨てたなんて。あるいはね、もっともっと地味に、心の底でね、もうどうせ私なんか、神様相手にしてくれないと。この問題の解決、神様がしてくれそうにないとかね、そう思ってる人いるでしょう、皆さん。ね。で、皆さん、そういうクリスチャンは何て言うか知ってますか？天が見捨てたクリスチャン。で、皆さんね、神様はね、見捨てないんです。どうして分かるのか。皆さんね、言葉で分かるんです。こう書いてあるでしょ。皆に頼る者は失望することはないの。つまり皆さんが神様に頼るなら、失望しない結果を見るって書いてあるんですよ。書いてあるんですね。そして皆さんね、聖書のことは正しくて、そしてそのようになりますが、皆さんね、聖書の言葉は、例えば皆さんが神に頼るとね、突き落とされるとか書いてないでしょ。ね、皆さんの問題は解決できなくてですね、地獄に落ちるとか書いてないでしょ、皆さん。そしてもっと問題が厳しくなってですね、困難なことになるって書いてないでしょ、皆さん。で、私はね、この間言いましたけど、教会行き始めたらね、一番どっからのに出席率一番、そして、奉仕しますよ、徹底して、そしたらね、とんでもない医者になってきましたね。体は、ね、死にそうになるし、いろんなことは閉じられるし、問題になりましたよね。そしてね、ある時ちょっと分かんなかったんですね。何が分かんなかったのかというと、だって神に仕えてるんじゃないですか。ね。で、他の人よりも神に仕えてるんじゃないですか。そうするとね、普通、自動的にこちらに良いことが起こるって思いませんか。そんなのに目立って悪いことが起こってきたんですよね。でもね、しばらく経って分かりました。何かというと、これが祝福であると。でもね、私はね、その中でいろいろ見てきたんですね。神の働き、どう働くかって見てきました。いろんな奇跡を見ましたね。で、神の愛の性質で、信仰に関して学び、で、実際ね、皆さん逆転してきたんですよ、いろんなことが。次々と技が起こりました。ね、今でも技が起こってます。皆さんも証で知ってると思います。で、この時にね、試練を通してね、整えられ、さらに祝福を受けるようになったんですね。例えば皆さんね、一番祝福されてるその方々を見れば分かりますね。例えばダビデなんてね。ね、今でもダビデの星ですよね。特別な祝福をダビデが受けました。しかしダビデはね、王様に任じられた後ね、油注がれた後、サウルに追っかけ回されたでしょう。かわいそうに。お風呂にも入らないで。具体的にですね。その時ね、分かるんです。なぜ試練を受けたの？あそこでダビデは訓練を受けたんです。そしてさらに祝福を受ける信仰が立て上げられたんです。そして祝福を受けただけではなく、神の働きに預かったのですね。ヨセフはね、こう言っておりますね。偉くなるって主に言われて、で、何になったのかって、奴隷になっちゃった。そして囚人でしょ？13年間。ね、試練に遭いましたよね。ところがその中でヨセフはね、信仰が立て上げられて神を知るようになったんです。そしてね、今度は神の器として栄光を豊かに表すようになりました。だから皆さんがね、今受けてる試練は皆さんね、大変な祝福があるんです。それを通して皆さんが神を知り、信仰を知るように主が導いてるんです。それで何のため？皆さんがもっと祝福を受ける。そして何のため？いいですか？今起こってきているリバイバルの働きを皆さんが担うため、大きな技が起こるためなのです。しかしね、そうであってもね、そう簡単に物事は動かないのですね。で、次の聖書の箇所に面白いことが入ってたんですね。もう終わります。あと5分だから。これは正確だから。何て書いてあるのかっていうと、
信仰が試されると忍耐が生じるってこう書いてあるでしょ、ね、でこのところ面白いこと言ってるんですね。試練に遭うと信仰が試されると、ね、皆さんね、ここがポイントですよ。覚えておいてください。試練に遭いますと何が試されます？感情が試されるとかね、もうやけっぱちになってどうにでもなれってね、そういうふうになっちゃうとかねこう信仰があって言ってるんです皆さん。つまり信仰があってとは何かっていうとね、試練に対して神様は解決の言葉を与えてるんです。今言ったみたいにね、もうねどうにもならない状況になったとしても皆に頼るなら失望しないとかね、そういう助けが来るぞとか、感謝するならこの後ろにある素晴らしい計画が現れるぞとかですね、主に従えば全ては益となるぞ。よすぎてね信じられないって人多いんですよ。でそんなうまい話が、あの皆さんね、うまい話にね、信用できない人、まあ誰も手を挙げないですね私ね信用できないんです。私のねちっちゃい頃ね映画館行ってたんです。映画の時代ですよね。そしてねもう友達なんかみんな映画館いるんですね。もう鈴なりでしたね。確か10円かなんかで入ったんですね。そしてね私がねたまたま映画の席に座ったらね、あの1年学年上のね、人がいたんですね。そしたらね私に言ったんですね。何か5円持ってないかってね、5円持ってたんですね。ちょっと50円と変えてくれてね言ったんですよ。私に思ったんで怪しいぞと、こいつは気をつけてないとね。でその当時50円って大金なんですよね。私5円持っててもう横読するんですが、ちょっとねその話に信しないといけない。そしたら向こうが言ってくるんですよね。損しないだろって、得するだろって、変えるだけでいいんだって。余計危ない危ないと思っててねそしたらそれが頭きてね、ちょっとこっち殴り始めたんだよ。こっちガン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 ね、余計危ないと思って渡してやるのかみたいなね、そう思ったんですよね。そしたらね諦めて他の人とね交換したんですね。それを見てね、しまったあ45円損したで皆さんね、神の言葉って祝福なんです。あの試練に遭うっていうのはね、神の技を見るためです。そしてねこれどうして試されるのかっていうと、神の言葉はそうでしょ、愛の人で私を愛してるし見捨てないし最後までね私を導いてくださるでしょ。そこが皆さん取り扱いちゃうんです。あれって神様私を見捨ててると、この言葉の通りにはなってないと、神様愛してるっていうのにあの人にはそういう技が起こって私には合わないと。だってそういう誘惑受けてる人いるでしょ今。手挙げなさいとは言いませんね。今度は刺しちゃおうかな刺しちゃおうかな具体的にね、まあそういうこと言うとみんな起きるんですですよね。そしてね、そのここにこう書いてある。何が書いてあるの？試される。つまり皆さんを神様が愛していること、そして皆さんに特別な約束を与えていること、そしてそれが成就することが試されるって書いてあるんです、ね、で試されてどうするか、皆さん忍耐が生じる、ね、この忍耐っていうのは神様を信じ続ける忍耐ね、神の愛を信じ続ける、また神の働きを信じ続ける、神の祝福を信じ続ける忍耐なんです。そしてねこれがポイントであるっていうことを言ってるっていうことをね覚えておいてください。お祈りします。天の様、お人よお人のうちに豊かに働き、サインご横と皆様お出しください。歩み始めて、しかし何か途中で止まっちゃって戻っちゃってまた歩み始めてっていう方がいらっしゃいますが、これはしっかりと確認を取って、そして、主の御心がはっきりしているならば、進み続けるように、その時時が来た時に主の働きと技が起こります。天の様、どうぞ豊かに導き、サインご横と宮沢を出してください。何か人から言われた否定的な言葉が引っかかってしまって、それがその方のこの心をちょっと、支配しているような状況の方がいらっしゃいます。それはもうちゃんと悔い改めて、そして神の言葉を受けるように、その逆の神の言葉があります。それをしっかりと握るように、
で、その方は悔い改めるとき、不信仰を悔い改めなければなりません。人の言葉は成就しません。しかし神の言葉は成就し、神の言葉に立つように主は語っています。天の様、どうぞ豊かに導き、三位御用ことを宮沢を表してください。何度か歩み出すんですが、すぐ止まっちゃう人がいるんですが、歩み出したら徹底するように主は語っています。そして徹底して歩むときに、いろいろな神の祝福と導きの手を見ます。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めの時、これもしたいと思います。おのおので癒しのためにお祈りください。殿様、あなたがこの場にご臨在されていることをありがとうございます。お一人一人の門精神に触れ、癒しを行い、解放を行ってください。聖霊の特別な助けと恵みをありがとうございます。イエスキリストの御名によって病の力を打ち砕く。イエスキリストの御名によって目指しお人の門精神が病の霊を抑え。イエスキリストの御名によってお人お人の門精神が癒されよ。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 イエスキリストの御名によってお人お人の門精神に癒しを宣言する。頭痛の方がいらっしゃいました。これが癒されました。首のところがちょっと、首と肩が痛い方がいらっしゃいましたが、これが癒されました。左の肩甲骨のことが、ところがちょっとおかしい人がいました。これが癒されました。イエス・キリストの御名によって、お一人お一人の門精神に足を宣言する。感謝します。イエスの名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ、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 ハレルヤ。仰ぎ願わくは主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たちと共に常しえにありますように。アメン。どうぞお座りください。はい、報告をスクリーンの方で見てください。はい、スネルゴイキャンプが2月17日19日です。どなたでも参加できます。ぜひいらっしゃってください。バスが出ていますのでね、バスで行かれる方はお安いと思いますので申し込んでおいてください。感謝と賛美とリバイバルキャンプが3月28日。これもどなたでも出席できます。いろんな方を連れていらっしゃってください。はい。白馬賛美大会東京アンテオケ予選が来週あります。ノミネートするグループはどうぞノミネートしてください。それから、これは同時中継をいたします。はい。白馬スネイゴキャンプでフィルムフェスティバルですね。短編のやつをやります。どうぞ早めに申し込んでください。北海道政界明日からなのでお祈りください。先週沖縄だったんですよね。今度は北海道と、来週ハワイなんですよねその次東北かな。なんか冷たいのと暑いのと、冷たいのと暑いのと、はい、感謝の戦士祈祷会は4時半から。はい、あとはいつもの通りです。報告をお願いします。白馬スネルゴイキャンプが2月17日から19日の日程で行われます。朝夕の聖会、賜物のセミナーと実践の講座、また映像祭、各種セミナー、またスキー、スノーボードなど、とても内容が充実しております。このキャンプはどなたでもご参加いただけますので、ぜひ受付に募集要項、申し込み書が置いてございますので、お申し込みよろしくお願いいたします。また白馬スネルゴイキャンプのウェブサイトからもご覧いただけます。キャンプの時に東京アンテオケ協会からホテルまでの大変便利な直行バスの方の受付を募集しております。2号車8時集合8時半出発のバスの方、まだお席が空いておりますので、お申し込みください。人数が集まりましたら出航する予定です。お願いします。
今週の土曜日1月23日にですね、6時半からこの場所でゴスペルの集いがございます。楽しい交わりの時もありますので、お友達を誘って来てください。また白馬賛美大会東京アンティオケ教会予選が、次の1月24日に行われます。出場希望のチームの方々は街道入り口にあるエントリーシートに、グループ名とまた、曲名をですね、ぜひ書いてください。今日が締め切りになっておりますので、よろしくお願いいたします。感謝と賛美とリバイバルキャンプの、ユナイテッド航空の12万1800円のお席は25席1月25日まで確保しておりますが、それ以降になると料金が上がる可能性がありますので、参加確実になられた方はお早めにミッションに、北米部門でお申し込みください。アレチニカーミュージックからのお知らせです。12月23日に行われた心ゴスペルの DVD が発売中です。ぜひお買い求めくださり、お持ちください。よろしくお願いします。はい、はい、どうもありがとうございます。それでは礼拝を閉じます。どうもありがとうございました。